今日の一問一答ですね。介護支援分野。事業者及び施設という単元になります。地域密着型介護予防サービスについて、次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。市町村は事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができない。市町村は事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができない。 というにうにありりりまますすがこれは誤りになりますで、まあ、基準というふうにありますが、まあ、人員基準、運営基準、設備基準とこういった基準がありますね。で、この基準というのは、まあ、それぞれにあるわけです。許諾サービスにも基準があります。施設サービスにも基準があります。地域密着型サービスにも基準があります。 それから、居託介護支援にも基準がありますし、介護予防支援にも基準があります。こうそれぞれ基準があるわけなんですけれども、その基準を誰が定めていますかと言ったら、これは、それぞれの権限を持っているところの条例でに、えー、委任されているというのが実際なんですね。それぞれの権限を持っているところの条例で定めているというのが実際です。こうなっております。 なので、許宅サービスの基準は、許宅サービスの権限を持っている都道府県が条例において定めていると。都道府県条例で定めているということですね。で、施設サービスの人員基準、運営基準、設備基準に関しては、これも施設サービスの権限を持っている都道府県の条例、つまりは都道府県条例で定めているということですね。で、地域密着型サービスの権限を持っているのは市町村ですから、地域密着型サービスの運営基準、人員基準、設備基準、こういったような基準というものは、これは 市町村条例で定めているということになるわけです。居宅介護支援の基準は、居宅介護支援の権限を持っている都道府県の条例ですね。で定めていますし、介護予防支援の基準というものは、介護予防支援の権限を持っている市町村が市町村条例において定めていると。こういうふうになっているわけですね、えー。これもポイントになりますので、押さえておくといいかなというふうに思いますで。ここまではちょっと細かすぎますので、暗記する必要はありませんけれども、2011年改正でそうなりました。 2011年改正でなったので、まあ、2012年度からですね、えー、ちょっと順を追ってこういう形になって、いきなり一気に変わったんじゃないんですけど、まあ、順を追って変わっていったと、2011年改正で定められたものになります。まあ、そこまで細かくは出ないかとは思いますが、一応頭の片隅にでも置いておくといいかなというところですね。ということで、えー、地域密着型介護予防サービスについて問うている今日の問題ですが、市町村は事業の設備及び 運営に関する独自の基準を設定することができないというふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。